ロンです。まだ早いです。私、あなたの部屋で一緒に何を？待って！ちょっと待ってください。だってその時間私は家で寝てたはずです。それにそれはちょっといけない夢だったはずで、誰にも話してないのに。どうやって知ったんですか？何か他人の夢を見ることができたり？じゃあまさか偶然同じような夢を見てしまった。確かにちょっと倦怠感と疲労感が著しいですが、睡眠は毎晩しっかりとってますから。デート？毎晩？追い込むって夢じゃないはずないですよ。だってデートなんてまだ早い。もっと学園で会って、それからじゃないですか。デートは紫葉月として、それが当然。よくわからないですが、不思議なこともあるものです。よくよく考えれば、そう、理性的に考えれば答えは一つでした。やはり私たちは同じ夢を見てしまっていたようですね。現代の科学ではなかなか解明しづらいかもしれませんが、そういう話を聞かないわけでもないようですし、テレパシーというんでしょうか、意識の共有と言いましょうか。もしかしたら私があんなみだらな夢を見てしまったのも、あなたの影響のせいかもしれません。
しない。紫葉月はそんなことしちゃいけない。あれは自分じゃないわ。どういうこと？ごめんなさい。今日はちょっとこれで。